今日は私の方から2、3件お話をさせていただきたいと思います。一つは、まず第一は障害者就業生活支援センターにおきます就職者数が過去最高になったというご報告でございます。当県内で障害のある方も個性や能力というものを発揮して、自立をして生活をしていただく、それが大事でございます。そのためにいわゆる就労面、それから生活面、両面のご支援をするということで、障害者就業生活支援センターというものを設置をしてきたわけでございます。これまで8カ所あったわけでございますけれども、昨年度23年度に5カ所新たに指定をいたしまして、13ございます県内の障害保険福祉圏域すべてにセンターが設置されることになりました。その結果、センター支援によります就職者の皆さんの数は、22年度に比べまして 13% 増えて過去最高432人になったということであります。また県は、無料職業紹介事業というものが独自に行うことができるようになっておりますが、そういう仕組みを持っておりますけれども、この事業によりまして就職をされました方が22年度から 59% 増えまして過去最高105名となりました。こうした取り組みによりまして、県内の民間企業におきます障害者の雇用者数は平成19年から5年間で 15% 増えて、23年は過去最高の1万1000を超えることになりました。しかし、就職希望をされておられる方は大勢いらっしゃいます。一方で民間企業におきます雇用率というのがなかなか伸び悩んでいるという状況にもございます。そういうことから、それから加えて質的な問題としまして、精神障害者、精神障害あるいは発達障害、重度身体障害、そういったことを障害をお持ちの方々が雇用を希望される、まだなかなかまだ厳しい状況が続いております。そのため24年度本年度は4つの柱で支援策を強化したいと思っております。一つは就業面と生活面の一体的な支援ということでございますが、全国で初めてでございますが、4つのセンターにおきまして、臨床心理士、いわゆる精神障害、発達障害、そのいう方々のいわゆる職業としての適正、それにふさわしい職業、そういったことを、判断支援ができる臨床心理士というものを配置をすることとしております。それから企業とのマッチングでございますけれども、特に重度障害者に対します就労支援、それから そういう方々を受け入れられます、初めて障害者の方を受け入れられる企業、特に中小企業でございますが、そういった方で現場でいろんなご支援指導を助言をすることができますジョブコーチというものを増員をいたしております。それから技能講習あるいは職場実習を組み合わせて一体となって、要するに働き就職でき、またそこの職場でずっと定着できるような、そういったご支援を力を入れてやっていきたいと、このように考えているわけでございます。第1点は以上でございます。第2点でございますが、有機光エレクトロニクス実用化開発センター、これの工事にいよいよ着手することになりました。その報告であります。有機EL 製品の試作や試作品の耐久性、性能評価等を行いまして、それらの製品化を加速するための実用化開発センターというものを、建設着手し、来年1月の完成を向けて作業を進めてまいります。このセンターは九州大学の足立教授が開発中の希少金属を使用しない世界最高の発光効率を有する有機 EL 素材、これを生かしまして、このシーズを生かしまして、産学官連携によって実用化研究というものを進め、産業化実用化への橋渡し、それをやる拠点にしていきたいということであります。有機 EL というのはどんな性質のものかというのは後からお読みいただければと思いますけれども、先ほど申し上げました足立さんの、技術研究の今のシーズというのは、有機 EL 材料というのはこれまでイリジウム、
いわゆるレアメタルを使って、これらは非常に高いし供給の安定性の問題がある。それから基本特許はアメリカのベンチャーが独占をしているということで、ライセンス料を払っておったということでございます。それから、産業化実用化のところでは、これまでの世代でいきますと、量産化は韓国が大体市場マーケットを独占をしていると、そういう意味で、コンセプトのところと、それから産業実用化というところでなかなか苦戦をしているわけですが、その新しい第三世代の UKL、 そういう世界を切り開くものでありまして、これらが入ってきますと、いろんな分野での応用が引き出します。スマホとかですね、そういった世界、さらには照明用まで広がっていけばですね、大きなマーケットが広がると、世界中が注目している技術分野であります。でこれにつきまして、先ほど言いました足立教授のやつは、エラーメタルを使わない発光効率がいい省エネルギーである、まあ、そういった特色を持っておりますので、その研究を進め、実用化への橋渡しをやるための産学官一緒になって研究するセンターを作るということであります。これによりまして、研究開発段階から新しいプロセスを開発し、そういったデバイスを試作して、それをいろんな技術性能評価をするというこの段階まで、一連の支援体制がこの福岡県糸島地域に完成することになります。これからこのセンターを核に関連企業の育成集積を図っていきたいと考えております。それから、後ろに、ポスターが貼ってありますけれども、福岡省エネ節電県民運動というものを6月1日からスタートをさせました。これは昨年に引き続いてやるものでございます。昨年、私提案をさせていただいたんですが、見える効果というのが非常に大事なわけであります。例えばソーラーを屋根に乗せた場合に、一番効いているのは売電と買電、それが家の中で見えるわけですね。できるだけ買電を減らして売電を増やそうとする心理が働いて、省エネが進むというのが最大の効果であるわけなんですが、それと同じようなことができないだろうかということで、九州電力から送ってこられる検針票というものを、この事業に参加される登録された方々、出してもらってですね、前よりも省エネ省節電をしたということであれば、抽選で、LED 電球とか省エネグッズから県産お米とかですね、いろいろやってたわけで、プレゼントをしてて、参加の呼びかけをどんどん広げていったわけであります。昨年度は5万人を超える方が登録されましたが、今年それを引き続きやろうということで、いくつか特色がございます。一つは検診票を出してですね、過去とどれだけ違ったか、少なくなったかということを、それぞれ登録した方が出していただくことにしてたわけですが、ご本人からの印字をいただきまして、電力会社から直接使用量、使用実績をですね、もらえるようにして、ご本人がいろいろ手間暇かけないで、省エネができるようにしていこうということであります。それから、プレゼントの対象を広げておりまして、今回からは交通機関のいろんなポイントで、私鉄のニモカ、あるいは JR 九州のスゴカ、それらもご協力で対象にすることにいたしました。こういう取り組みを通じまして、一人一人の省エネ節電が、進んでいきますことを大いに期待し、県民の皆さんの参加を呼びかけたいと思います。ぜひ参加していただきたいと思います。また、こういう参加をいたしますと、エコトンのストラップを渡してますが、これを持っていきますと、例えばベスト電機さんに行きますと、関連の商品が 5% 割引で、購入いただけたりですね、福岡トヨタ自動車では、オイル交換費用、これを見せると 50% 引きとか、そういった各企業のいろいろ協賛ご協力をいただきながら、輪の取り組みを広げていきたいと思っております。皆さんもよろしくお願いをしたいと思います。それからあと1点だけ報告させていただきますと、福岡県の中小企業化
同友会というところがあるわけですが、中小企業の経営者の皆さんが、義援金の募金活動をずっとされておりました。その募金活動に協力していただいた方に、スマイルアゲン、さだまさしさんの作曲した歌を、ご優勝いただいて、私や北橋さん、北橋市長、それから高島市長、それから被災地にボランティアで赴かれた方、それから県の職員とかといった被災地にいろいろ支援に行った人たち、それから福岡県内の女子高校生とかいろいろ集まって、録音をしたわけ、その歌を録音したわけでございますが、現金を出してくださった方にそれを、CD をプレゼントしたわけでございますが、用意しておりました1万枚が現金皆さんお出しいただくことによって、そのお礼に配布したところ全部が5月末に1万枚が皆さんの手に渡ったということで、537万1612万円というのが同友会から被災地3県の中小企業が同友会の方に贈呈をされることになりました。皆さんのご支援に感謝をしたいと思います。ありがとうございました。県としてはこれからも息長く被災地の支援を続けていきたいと、このように考えております。私の方から以上でございます。目標事項について先日から各社の理由を、すみませんか。はい。まず一つ、障害者の雇用率、県全体っていう全国平均って言うんですか。県全体は 1.63 なんですけど、1.65。それと後ほど事務方にお願いします。この有機工エレクトロニクスのセンター、もうちょっと外観でまともなものを出していただけませんか。それと省エネの節電の県民運動、はい、何がどうなるかという共産企業をもうちょっと詳しい一覧を会見の時に発表されるのであれば出していただきたいということをお願いします。わかりました。もうちょっとよろしくお願いします。すみません、いいですか。今の節電県民運動の中で、はい、電力会社から直接データを出してもらうという話があったかと思うんですが、はい、どういったデータをどういう形で受け取るのか、もう少し詳しく教えていただけますか。はい、ちょっと説明してください。これ委任状、従来は検診票、従来は検診票を報告の時に出してもらってたんですけども、今回この登録する際に、その委任状を出していただければ、昨年度の電気使用量、および今年度の月数の電気使用量ですね、それを提出していただいて、その内容で削減量を報告が給電からいただくというような形にしています。前年度からの対比、これを出していただくというやつについて、ご本人がその情報に限って給電から私の方に流していただく。県が委任状を受け取って、その電気使用量に限って、そうですね、はい、申し込みはどうするんですか。あ、申し込み、はい、ネットで申し込みを。あ、ネットできるんですか。ごめんなさい、委任状のことですか。そうそうそう、あ、それ委任状ですか。委任状はこの登録をしてもらう際にですね、その時に一緒にこの名前を記名をしてもらえば、それと同時にだから、そこの委任状は書面だと。書面です。申し訳ない。ということは、それはどこかに提出しなければいけない。この報告、どちらにしても、この登録がまずあるわけですね。はい。この県民運動の登録。はい。それと同時に、その委任状も提出をしていただくというような形になるかと思います。まず、知事に言わせるのは恐縮。いや、それをどこに持っていくかですよ。最後繰り返します。その場で登録もできますし、ネットでの登録も可能になります。委任状も。委任状ですね。じゃあ委任状はコンピューター上、パソコン上でやり取りできるということですか。ただその若干の通常の提出、その場でする際のあれよりも個人の特定がありますので、その部分で若干そのネットで委任状を出す場合のはちょっと若干
手続きが複雑になるかと思います。個人の特定がありますね。いや、それは分かってますよ。今あの登録はネットでやられる方とね、個別に窓口に来られたり書面で出される方ってどんな感じですか？昨年の、まあ、今回では初めてだけど、はい、昨年のはほとんどなんですね。もうその場です。登録はネットじゃなくてその時点で記入されるというのが、いろんなイベントの現場とかですねやらせていただいたわけですが、その場だということが多いですから、ちょっとそこのところの委任状の出し方と負担のところと正確性、いわゆる個人情報、その辺のところをきちんと整理して。出し方もあるんだったら、どのようなイベントが出され用意されてて、どこで出せるのかっていうのは、そこまで発表していただきたいんですけど、同じ質問何回も繰り返さないといけない。わかりました。発表事項については。すいません。有機ELの製品の実用化、このセンターの完成は来年1月となってますけれども、具体的に製品を実用化できる目処はいつを？これはね、今もやってる最中でありまして、いつどういう形でできるかっていうのはこれからですね。これから、つまり今研究シーズンのところを並行して研究を深めているというところ、それからこっち側で三角間がつながっていくような実用化のためのいわゆるその施設とインキュベーションオフィスみたいなところを整備をしていって、一体となって並行しながらこうやっていくということで、成果としてはできるだけ早く上げたいということで、いつまでに何をやるっていうのはシーズンのところがどこまで今非常に高効率のものが出てくるかというやつに寄っていきますか。関連してですが、その稼働の開始時期、それから年間の運営コストはどんな感じだったんでしょうか？完成は来年の1月を予定しております。それからオペレーションコストというか運用の費用、年間どれくらいしますか？経費。平成24年度、年度中途からのいわゆる対象になりますので、若干その年間という捉え方があるかと思いますが、24年度予算で、人件費、管理費、等々全体で8400万円が見込んでおります。あと当然共同研究の収入とかがありますので、県としての補助金は福岡市と折半して出すということにしておりますので、補助金は3700万円。県が3700万、市が3700万ですね。はい、はい、完成と同時に稼働というふうに考えています。はい、厳密に言いますと建屋は今からですけれども、実際に組織としては立ち上がっておりますので、企業との共同研究、そういうものについては、当然今から仕込みができますから、そういう意味では一生懸命今企業との接触を図っているという状況でございます。発表事項以外について、各社君にどうぞ。6月期間に提案する議題で、県の防災会議の定員を、6人増やすということなんですが、原子力地域防災計画の、原子力災害対策編、これからできるだけ早く時期に作ると思いますが、この員を増やす狙いと、はい、どういうものを、原子力災害対策編どういうものにしていきたいとは思いますか？その増員することによってということなんですが、昨日も防災訓練やらせていただいて、いろんな形の訓練をやらせてもらったわけですが、十分今度の訓練の結果を検証して、それぞれ改善すべき点を摘出して改善していくと、またそれを今後の訓練に生かしていくというのが基本的に対策であります。その基本を決めてくるのが地域防災計画であります。で、原子力につきまして、労務については基本的な考え方をこの前取りまとめていただいて、その詳細を今検討を急いでいるところであります。で、その際、東日本大震災のいろんな教訓と経験
これを踏まえますと、いろんな観点を盛り込まなきゃいけないということで、看護とかですね、そういった今までの参加されてた方々のカバーされている領域ではない世界、いくつか今摘出されておりまして、そこの分野について6人増員をさせていただきたいということであります。当然今までもですね、いろんな分野の方々は事務的にいろんな話を聞きながら総合化して委員会で議論していただいたわけですが、もう直接参加をして委員として意見を言っていただくということで、今回事実強化を図ると、6人の分野をちょっと言ってください。防災企画課でございます。まあ、今知事が言われましたように、看護、それから福祉ですね、輸送とかですね、そういう分野を中心に増員を考えています。でそういう意味で、まあ、そういう分野で増やしてね、増やす狙いと、やっぱりそれをどういうものにしていきたいかっていう、うん、その狙いは、反省、教訓と経験を踏まえてね、地域の皆さんが安心していただけるような日頃の備え、要するにあらかじめこういう考え方でいくんだよということを皆さんに共有してもらうと、でそれをまた訓練で確認をしていって、また改善すべき点があったら改善をしていくと、で将来の備えは日頃からの、準備が大事なもんですから、そういう意味では狙いは、安心安全というものをより一層高めると。でその際、東日本大震災での教訓と経験というものを十分踏まえながら、かつ専門家の方々の専門的な見地からの意見も織り込みながら、充実したしっかりした計画にしていきたい、それが狙いであります。改めてですか、昨日の防災訓練はどういうふうに思いましたか。昨日120関係、機関が参加をし、別会場のやつも入れますと1900人を超える地域住民の方々も含めて大勢の皆さんの参加をいただいたわけであります。で、約40の全部で40の訓練をやったわけであります。で訓練ですから、いろいろ技術的な限界あるわけでございますけれども、その中でもいろんな課題が摘出されるはずです。そういう意味で今回の訓練の結果というものを関係機関と一緒になって十分検証していきたい。そしてやっぱりこういうのは想像力をたくましくして、一つのシナリオではなくていくつかのシナリオを考えていく必要があろうと思いますが、いろんな想定をしながら、その時に現実的な対応はいかにあるべきかということを考えていくと。でその作業をずっと繰り返していくことが大事だと思いますし、その際やっぱり単線運転じゃなくて伏線的な思考が必要ではないかと。例えば、昨日の鹿賀地区の皆さんの広域避難訓練もそうなんですけれども、例えばバスが手配できたという前提で、まあ、訓練の技術的な制約から、時間的な制約からそうなってるんですけど、どうやって車が手配していったらいいのか、その際どういうルートで避難をしていったらいいのか、どこに避難をさせるのか、あらかじめ、それぞれの地域がどういうケースの時はどういう形で避難をされるのか、そういう手順をですね、しっかり、その地域ごとに決めていくような形でですね、やっていくことが必要ではないかと私昨日思いまして、今そういう作業をやっているわけです。基本的な考え方であって、県が広域避難計画をまとめ、それを糸島市が具体的な、地域の計画に落とし込んでいく、でできるだけきめ細かくけれども、あんまり複雑だったらオペレーション実際に稼働しませんか、うまく使えませんから、基準をきちっと抑えた、かつ安心できるようないろんなシナリオと伏線化したような対応、それを胸として計画を策定していきたい。糸島市の地域の計画の策定に県としてもいろいろお手伝いしていきたい、このように考えております。
関西のですね、自治体が一時的により原発のですね、はい、再稼働について聞いていたのは、これまでとですね、党の場合は変わっておりますけど、そのことについて、それぞれの地域の市長は、市長の方々はその地域のことを考えてやっておられるんだろうと思います。で一方で、当該自分の県だけではなくて、その全体の地方、地域、あるいはもっと言えば日本の国というのを合わせて皆さん考えて、いろんなお考えを述べられ、行動されていると思います。で今回の関西 の動きにつきましては、こういった現状についてそれぞれがこのタイミングでもう一度お考えになって、それぞれの今の立場を表明されているんだろうと思います。はい、どうもありがとうございます。